マイクここだから近くに行って喋るといいよ。はい。はい、ワドツ。はい、ワドツ。ハチいらっしゃい、ミールいらっしゃい、リンゴのすけさんいらっしゃい、ともかさんいらっしゃい。みんなワドツ。はい、組団メビウスワドツ。朝毎度毎度。じゃあその前にじゃあこの度は、皆さんに、ご心配をおかけしたことと、いい、自分の言葉でちゃんと言えば伝わる。いろいろ和道さんに迷惑をかけてしまって、いや俺にじゃなくていい、あと皆さんにご心配をおかけして大変申し訳ありませんでした。すいませんでした。ありがとう。コミ登録ありがとうございます。じゃあ、あとは僕のことを聞いてください。彼女のことあんま聞かないであげてよ。彼女特定されたりとか嫌だから、俺のことは別にもうフリーだから何でも喋っていいよ、俺のことは。別に隠し事なんか何にもないから。ミルさんにもご心配をかけて申し訳ありませんでした。カオコも怒ってたから、カオコにも謝った方がいいよ。カオコさんもすいませんでした。カオコはすげえ、俺のこと大事にしてくれてるから、まあみんな大事にしてくれてるけどさ。今回でも珍しいもんだって、ほら、普通アンチが起こるじゃん。うん、でも、囲いが起こったから、うん。そうそうそう。それはさ、やっぱ、俺にとって大事な人たちだからさ。ミズマンいらっしゃい、こんばんは。じゃあ好きに聞いてください、僕のこと、シャックンが和道の盗撮動画、エレベーター前にいた和道、何それどういうこと、俺が言うのもなんだけど和道のセックス結構うまかったよなんでお前知ってんの左右の玉の大きさいや、同じぐらいだと思います。特に結婚は考えてないです。よっぽどのことだと思います。のんたんさん。囲いさんが怒ったのはって言うんだと思う。うちのリスナー、基本的になんだろう。ワドクラブの人って寛容な人が多いから、喧嘩とか嫌いなのよ。怒ったりしないのよ、普段。あ、じゃあ俺だね。俺、間違いなく俺だね。喧嘩してからセックスしなくない？あんまそういう話しない方がいい。してないですね。はい。手こきの話はいいよ。はい。手こきの話は、いいよ。わかんない。なんでシャックン、普通に声かけてくれればよかったのにね。お坊ちゃまみたいな髪型、確かに。今日セットしてない、風呂上がりだからさ。なんでだろうね。シャックン何、東京いんの今。シャックン東京いんのかな。何の仕事してますか。今は、休職中です。シャコ宮城だよね。おう、なんだんって書いてある。指治った？あ、指も良くなりました。俺の携帯どこ行ったっけな。シャックに電話してみようかな。まあいいや。いい。なんでシャックンが俺の画像を持ってんだろう。私は離婚歴はありません。俺もないよ。俺結婚したことないもん。今日カラオケ行かない。サインありがとうございます。みどりさんの放送の人？あ、そうです。みどりさんのとこに電話で突しました。で、混乱を招いてしまって、申し訳ありませんでした。あいおいちゃん？あいおいちゃん、知らない？知らない。あいおいちゃんっていう人は知らないです。カソナマヌシ。うん。お尻は見せられません。あいおいちゃん好きなんだ。俺台本なんか基本組まないよ、くだらないから。台本なんか一切ないよ。いや別にもう俺普通に雑談やろうかなと思ってたけど、質問ないなら雑談戻っていいんだったら雑談戻るけど、いや、なんか話さないから心がこもってる。あ、いい、もう喋りづらい。あ、いい。謝罪したの。任せるよ、次に。おー、チコ久しぶり。いやいや、あんま気にしなくていいよ。普通にいいんだよ。言うんだったら言わないんだったら言わないでいいし、普通でいいよ別に。いろいろ意見はあると思いますが、心からお詫びしたいとは思っているんで、本当申し訳ありませんでした。いやオフ会に行きたいとか行きたくないとかではなくて、ちょっと自分が行くとちょっとまだ皆さんが楽しめない部分があるんじゃないかっていうことで、今回は遠慮させていただきますっていうことで、また改めてオフ会には参加させていただきたいと思います。いや、それは怒るよそれは魚でしてるいやそれは怒ると思うぞ、うん、あ、了解してくれてるんだわかんねえよ、お前らの基準お前らの基準わかんねえようん、そうなの。いや、だから後で話せよ、うん、あんまり、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう